はい、どうも沖縄の関です、プレステ4版のマインクラフト、1.36 という新バージョンが出ていたので、実際試してみました。なんかいろいろと PC 版に近いいろんな新しい要素が搭載されているそうなんで、まずね見ると作れるもの、なんかちょっとメニューの選択がうまくいかない、下に行きたいんだけど、あれ？あら？下下下、あった、いけたいけた、旗をね作れるようになってる。しかも旗の種類がすごいいっぱいあるんだよな。なんか旗を作成する、これ色か、ちょっと羊毛を、羊毛どこだっけ、あったあったあった、羊毛と、あ、あと棒か、よし、はい、木の棒ゲットで、はい、で旗、あー、ここでいろんな色作れるんだ。これも別の色の羊毛が必要なんだな。まあ白いやつで、はい、でバナー、旗のコピー、なんかわかんない。まあとりあえず、とりあえずどうすんだ、ちょっと、バナーを選択、バナーってなんだろう、あー、これか、これこれこれ、なんかいろんな、おう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 、いろんな種類が、ちょあら、どこだっけ、あった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 、はい、黒いやつ、他の色もちょっと試してみよう。で、おや、あれ、さっきどれをしたっけ、あらららら、もう、あ、間違え、バナーを選択、さっきどれをしたっけ、あら、なんか操作方法がよくわからん。あれ、あ、いけたいけた、それでここでいろいろと選べるんだな、デザイン、ほうほうほう、クリーパー、おう、あー、クリーパーの頭がないとできない、へーへー、作りたい、おお、すごいすごい、なんか模様もいろいろある、あら、よいしょ、もう一回、これで、あれ、なんかうまく作れないぞ、おかしいな、ちょっと後で実験し直します。クリエイティブだ、うまくいかないのか、おかしい。それからまあいろいろと、モンスターとかも増えてるらしく、モンスター増えてるのかな、そういえばゾンビ、砂漠でやると砂漠のゾンビになるんだか、こっちはどう、 PC 版はなんかね出てくるんだけど、それとあと白クマ、あった、白クマ、まあいいや、とりあえずゾンビを実験、あ、普通のゾンビか、増えたって言ってもそう、ゾンビとかは特に変わってないですね。で、化石とかもあるらしいんだけど、はい、なかなか見つけるのが大変そうなんで、それはまた今度。で、白熊ちょっとこの辺りに出してみるか。はい、白熊、おお、おー、いいね。そういえば白クマって村人とかとはどうなるんだろう、戦うのか、ちょっと試してみよう。村人、村人、村人がいると攻撃するとか、村人が逃げるとか、逃げてもいないようだな。はい、うん、まあこんな感じか。うん、はい、わかりました、了解、
あとエリトラとかどうなんだろう、出てるのかな、うん、さっきのアイテムの一覧見た限りではエリトラなかったような気がするんで、あとエンドシティとかね、そのあたりもまあ入ってたら嬉しいんだけど。よし、じゃあちょっとね、なんかあの氷の地帯、ちょっとそれを探しに行ってみようと思います。イノーとかあるらしいんで、さて行ってみるか。とりあえずクリエイティブで飛びまくって氷を探す。氷、ついでに、化石とかありそうなところがあればそこを掘ってみてもいいんだけど、氷、あら、あれ、世界の果てまで来ちゃったよ。氷のワールド、氷のバイオム、砂だし、ないなで、村発見、村は少し微妙にこうデザインとかがね変わり始めたり、道のやつとかもあったりとか。さて、でまたこっちもまた世界の端まで来ちゃったな。氷のバイオム、氷、ちょっと待って、ゾンビ村っていうのもあるだか。ちょっと諦めました。で、もう一つ中国神話っていうテクスチャ出たので、これもちょっと見てみようと思います。さあどういうワールドなのかな。おお、おなんか全然雰囲気が違うな。次はあの中国じゃなくてあの和風日本っていうのも出してほしいな。向こうはジャングルっすか。ちょっと降りて歩いてみよう。ほう、なかなか、あれ、村人の声がする。どっかに村人いる？こっち？あ、村人発見。人のテクスチャも変わってるね。なんかちょっと中国っぽい感じのテクスチャになってる。さて、おお、この辺りもなんかすごい変わってるな。あ、向こうにも村人発見。これ何？羊？おお。さて、あ、正面に見えるのはこれは竜っすな。竜、かっこいい。こうやって作ってんだ、すげえでーけ、すごいな。向こう万里の頂上みたいなのあるから行ってみるかな。よし、おなんだ、なんか木があるぞ。おお、でっかい桜の木みたいなのがあったり。あ、向こうにも竜がいる、すげえ。見に行こう。かっこいい。いやー、すげえ。こんなん俺つく、あれ、口の中に何かある、なんだろこれ。なんだなんだなんだ、なにこれ、これ、あ、音楽ディスク。へえ、音楽ディスクのテクスチャーもこういう風に変わってんだ。なんか中国には見えない、近代建築風っぽいのがあるな。行ってみます。それでも壁とかね、なんかやっぱりこう中国っぽい感じになってて、すごいな、面白いな。
ぜひ次あの和風出してください。すごい。これ部屋の中とかちゃんとできてるだか。お、できてるわ。すごいすごいすごい。じゃあちゃんと作ってるんだな、細かいとこまで。は、あーすごいわ。うん、他の建物、お、かっこいい。おー、かっこいい。あ、雲の上に家があるっていう感じ。いいな。とりあえずこの中入ってみます。すげえ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 。中には、おお、おお、すげえ。こんなのまで。さすがに立体じゃないんだね。いやー、というわけで、まあ今回はこんなところで一旦紹介終わります。いやーけれど 1.36 面白そうですね。うん、またみんなで遊んでいこうと思いますんで、チャンネル登録などよろしくお願いします。それではまた。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければ、ぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。